今日、人々は毎日何十億枚もの写真を撮り、そのほとんどは生活のどこにでも見られる小さな出来事を記録しています。しかし昔は、最も記憶に残る重要な出来事だけが写真に撮られていた。これらの写真は、人、場所、出来事の記憶を保存し、私たちを過去の世界へ連れて行ってくれるポータルです。1920年代に街全体を移動させるための馬の使用から、初めて時速 484.95km で自動車を走らせたスピード王、戦時中に英国のために武器や装備品を製造したカナリアの女まで。今回のビデオでは、あなたの過去の認識を変えるような古い写真を10枚お届けする。新しい視聴者の皆さんは、素晴らしいビデオを見逃さないよう、チャンネル登録をお忘れなく。トップ10、謝罪の伝統。ここ数年、男性の前にひざまずく女性の古い写真がソーシャルメディアに出回っている。写真では、5人の女性が5人の男性の前にそれぞれひざまずき、うやうやしく男性を見つめている。男たちは、の光景に慣れているかのように真剣な表情で彼らを見つめた。これは1800年代後半から1900年代前半にかけてのクリスマスの伝統だと言われている。この日、女性たちはひざまずいて夫に、この1年間に犯したすべての過ちを許してくれるよう懇願するのだ。実際、ビクトリア朝書記には、既婚女性には事実上何の権利もなかった。彼女の財産はすべて自動的に夫のものになった。たとえ彼女が自分の土地を所有していたとしても、夫はそこから収入を得ていた。法律はほとんどの場合、夫婦関係に干渉しません。夫には妻を監禁する権利がある。夫が妻を殴っても、妻には法的救済がない。女性が他の場所に避難するために家を出た場合、夫は裁判所の命令なしに彼女を締め出すことができる。ひざまずいて謝罪するという伝統は、ソーシャルメディアや様々な記事で広く広まっていますが、その信憑性を証明する信頼できる歴史的証拠はありません。トップ9、水着のルール。ビーチやプールでクールな水着姿と男女を見るのは珍しいことではありませんでしたが、20世紀初頭では、わいせつ行為で逮捕またり、指名手配されたりする可能性があった。当時、いわゆる社会道徳を維持するために、一部の国では厳格な服装規定が導入されました。特にビーチやプールなどの公共の場所では、女性は足を適切に覆うためにワンピース水着とストッキングを着用する必要があります。さらに驚くべきことは、多くの都市がビーチでの水着パトロールを指定していることです。定規や巻尺を手に、女性観光客全員を自警団のように厳しく監視し、水着の丈が規定を守っているかを確認する。当時の水着は、座上15センチ程度までが一般的でした。女性が規則を破った場合、その場で罰金を課され、家に帰され、逮捕される人もいる。このプロセス全体が非常にバカバカしく感じられ、誰もが非常に恥ずかしい思いをすることになる。対照的に、男性の水着のルールは存在するものの、女性のそれよりもはるかに厳しく取り締まられていない。このダブルスタンダードは、間違いなく不公平であり、女性に対する差別である。しかし、当時の社会的状況では、女性はそのような規制を黙って受け入れ、ビーチやプールでは可能な限り、控えめを保つことしかできませんでした。トップ8、馬による腸の移転。今、家屋と共に腸を移転させるという話をしたら、かなり馬鹿げていると思うだろう。しかし、1920年代には、それは一般的な移転の形だった。前世紀に入り、鉄道と都市建設が急速に発展する中、取り壊しを避けるため、より住みやすい場所に引っ越すため、あるいは歴史的建造物を保存するために、多くの人々が家を根こそぎ馬で運び出さなければならなかった。当時、カナダのサスカトゥーン湖畔には賑やかな町があった。しかし、鉄道がこの町を数キロ迂回したことで、サスカトゥーン湖は地域の中心地ではなくなった。そこで住民たちは賢い行動に出た。街中の家や商店をすべてそりに乗せ、馬のチームに数キロ先まで引っ張ってもらい、再定住したのだ。もちろん、これはカナダだけで起こったことではなく、アメリカにおけるサンフランシスコの歴史でもあまり知られていない部分であり、かつてはサンフランシスコの主要産業であった。20世紀半ば、サンフランシスコの若い街は急速に発展し、街の舗装、道路、グリッドラインは常に変更され、多くの歴史的建造物が危機に瀕していた。
そこで、ビクトリア朝時代の建物はトラクターに積まれ、丘の上に移り来上げられた。これによって古い建物が保存され、町の成長に配慮され、当時の建築様式や歴史を研究するのに非常に役立った。トップ7、1935年のスピード王。飛行機よりも速い車は、今ではそれほど珍しくないかもしれないが、100年前だったら間違いなく信じられないでしょう。マルコム・キャンベルは、イギリスのレーシングドライバー兼イベントジャーナリストです。彼はスピードに非常に執着し、最終的にはレースに専念しました。1920年代と1930年代に、彼は陸と水の速度記録を何度も破りました。1935年、マルコムはボンネビル・ソルト・フラッツで初めて時速 484.95km を記録した。古当時彼が乗っていたブルーバードという車は、ボディは長方形で、後部には車体を安定させるためのフィンがついている。ボンネットには尾根のような膨らみがあり、フロントエンドのエアインテークは閉じることができる。後輪はさらにユニークなデザインだ。ツインタイヤとスプリットアクセルは、車の安定性を高めただけでなく、ブレーキの不足を巧みに補った。これにより、このスピードにこだわるレーシングドライバーは、陸上では車が飛行機よりも速いことを力強く証明し、誰もが認めるスピードの王者となりました。トップ6、軍隊でのクリスマスショー。故郷を離れている兵士にとって、クリスマスシーズンに家族と離れることは、本人にとっても家族にとっても苦悩な場合があります。親愛なる友人や家族に代わるものはないが、少しでも気分を高揚させる方法はある。1967年のベトナム戦争中、アメリカ兵の士気を高めるためにハリウッドのセクシー女優たちが戦火のベトナムに連れて行かれ、兵士たちのためにパフォーマンスをしてクリスマスを祝った。レラの写真からもわかるように、70年代を代表する人気女優の一人、ラクエル・ウィルチは大胆なミニドレスに身を包み、ステージ上で音楽のリズムに合わせて熱心に踊っている。聴衆の兵士たちは、クリスマスに家に帰れなかった喪失感を忘れたようで、幸せな笑顔を浮かべていました。実は、ラクエルが兵士たちの前で演奏するのはこれが初めてではなかった。彼女は病院で負傷した兵士たちを見舞ったこともある。軍隊では、どんな女性でも兵士たちの注目を集める。そして、美しい女性が目の前で熱唱し、踊ってくれたら、その喜びと安堵感は言葉では言い表せないほどだ。トップ5、醜いコンテストの優勝者。美を愛するのは誰しもが持つ性質ですが、イギリス人女性のメアリー・アンビー・バンは、アグリーガールコンテストに積極的に参加し優勝し、多くの人々の注目を集めました。実は、メアリー・アンベ・バンは若い頃は美人だった。写真に写る優しい瞳と立体的な顔立ちは、今の彼女とは全く違う。メアリーは1874年にイギリスのロンドンで平凡な労働者の家庭に生まれ、もともとは夫と共に平凡で幸せな生活を送っていた。しかし、4人目の子供が生まれた後、彼女の生活は一変した。激しい関節痛を伴う頭痛に頻繁に悩まされるようになり、元踊り地張りのあった肌は急速にたるんでいった。医師は、メアリーの妊娠が原因でホルモンの分泌に異常が生じ、その結果、巨人症になったと診断した。この病気の苦しみの中で、メアリーはすっかり変わってしまった。彼女の体は極端に変形し始め、顔全体も伸び始め、手足も見分けがつかないほど腫れ上がった。このメアリーの姿はしばしば通りすがりの子供たちを怖がらせ、誰もが彼女を化け物女と呼んだ。さらに悪いことに、彼女の夫も重い病気で亡くなりました。子供たちを養うために、彼女は働かなければならなかった。しかし、その醜い顔のせいで、メアリーは家族を養うために肉体労働しかできなかった。あるコンテストがメアリーの人生の転機となるまでは。コンテストのテーマは、世界一醜い女性を探せ。コンテストに優勝すれば、数万ドルの賞金がもらえるというものだった。メアリーさんはすぐに出場登録し、見事チャンピオンシップを獲得しました。その後、メアリーは志願してサーカスに参加し、その醜い容姿を頼りに子供たちを養うためのお金を稼ぎました。残念なことに、1933年、メアリーはついに病気で闘病生活を送ることになった。死後、彼女の遺体は標本となり、金銭と引き換えに扱われた。トップ4、カナリアガールズ。
第一次世界大戦と第二次世界大戦中の戦死した兵士の犠牲については十分に文書化されています。しかし有毒化学物質で黄色に染まった軍需労働者の努力はあまり知られていない。1915年、ヨーロッパの戦場が放火に見舞われ、男たちが次々と戦場に駆けつけた時、英国では何百万人もの女性が名乗り出て、作業服と作業靴を履いて軍需工場に入った。彼女たちは男性に代わって昼夜を問わず働き、軍用の弾薬を生産し、前線の兵士たちが十分な武器を持てるようにした。統計によれば、戦時中に英国が使用した武器や装備の 80% は、彼女たちによって作られたものだという。しかし、この一見名誉ある仕事の裏には、大きな危険が潜んでいた。彼女たちは強い毒性物質を含む環境で長時間働き、その皮膚は毒性化学物質によって次第にオレンジがかった黄色に染まり、まるでカナリアの羽毛で覆われたかのようになった。そのため、彼女たちは親しみを込めて、カナリアガールと呼ばれている。それだけでなく、軍需工場で長期間働く女性は、胸の痛み、免疫不全、吐き気、貧血に悩まされ、子供までもが黄色っぽい肌を持って生まれてくる。トップ3ブルックリン橋の画家。アメリカ・ニューヨークにあるブルックリン橋は、エンジニアリングの脅威と言える。吊り橋と社長橋のハイブリッド設計で、19世紀後半の他の橋とは一線を画している。この橋が開通した当時、ブルックリンとマンハッタンを行き来する車は2000台近く、15万人以上の人々が行き交った。これは多くのニューヨーカーにとって便利であっただけでなく、世界中の人々を魅了した。しかし、車の増加に伴い、ブルックリン橋には多大な圧力がかかるようになった。橋の安全性と安定性を確保するために、作業員が長年にわたって橋の修理と維持を行ってきました。1914年、写真家のユージン・ド・サリニャックは、橋の鋼鉄ケーブルを塗装する作業員の写真を撮影した。当時、作業員たちはブルックリン橋の鋼鉄ケーブルの上で、明らかに入念に計画された順序でポーズをとっていた。それは、恐れを知らぬ労働者のリラックスした表情からもわかります。彼らは道具を一切持ち込まず、上司もごく自然に参加してくれました。しかし、この写真は何十年もの間、市の公文書館で埃をかぶっていたが、最近になって再発見された。トップ2、自由の女神の顔。この巨大な顔を見ただけでは、ローブを着た自由の女神と結びつけるのは難しいかもしれません。実際、これは組み立てられる前の自由の女神の姿です。1886年、フランスの彫刻家フレデリック・オーギュスト・バルトルディによって設計された自由の女神が正式に完成し、冷酷で最も象徴的なランドマークの一つとなりました。しかし、底辺47メートル、高さ46メートル、全高93メートル、重さ229トンにも及ぶこの巨大な像は、一度に建てられたものではありません。彫刻家は断片化という建築上のアイデアを巧みに利用し、彫像の各部分をバラバラに鋳造してからそれらを結合しました。フランスの工場では、労働者が昼夜を問わず働き、女神像の細部まで丁寧に彫刻していました。巨大な顔、なびくドレス、手に持つ土地に至るまで、あらゆるパーツに数えきれないほどの職人の努力が込められています。パーツが完成すると、慎重に解体され、箱詰めされ、船便でニューヨークへと運ばれた。ニューヨークに到着した後、人々は散らばった部品を一つ一つ組み立てるのにさらに4ヶ月かかりました。トップ1、外壁検査員。この最後の写真は、1920年に建物の構造的完全性を検査する数人のファサード検査官を撮影したものだと言われている。この仕事は、特に都市が急速に拡大し、超高層ビルが建設されていた時代には、建物の安全性を確保するために不可欠なものだった。不可解なことに、写真に写っているのは全員女性のようだ。しかし、なぜ外壁検査員のようなリスクの高い仕事が、身体的に不利な女性に任されるのだろうか。それとも、これは実際には外壁検査員ではなく、ある種の残酷な女性拷問なのだろうか。この画像の本当の背景を知っている方は、遠慮なく下のコメント欄に議論を残してください。以上がこの動画の全内容です。このビデオを楽しんでいただけたら、コメントとチャンネル登録をお忘れなく。ご視聴ありがとうございました。